前回元くら寿司バイト店員の後輩に抹茶の使い方教えてもらってアンブランにかけたらめっちゃ美味しかったやん。これあれちゃん、どうですか、ポン酢かけたいんちゃう。いや、ポン酢かけるかい、ティラミスというのは。そう、でもこのロゴとかちょっと多いな。クラカフェってなんか見たことあるもん、ね、街カフェのやつじゃん。ローソン。いただきましょう。じゃあいただきます。凍ってても美味しそうやな。あ、凍らしてもね。あ、すごい溶けますね、これ溶けますね。溶ける、なんていうんですかね、噛まなくていいっすね。噛みやすいとかじゃないです。いけるんで。たまらなくていい。ああ、でも美味しいですね。ほんまよ。クオリティとかさ。いや、こんなクオリティなかったっすよ、今はね。くら寿司。うん。でも、さらにちゃんと美味しくするんやったらね、ちょっとこちらはね。でも、海苔みたいになってるやん。大変ですよ、これ、くら寿司の皆さん。最近、粉末の緑茶の減りが早いっていうので。在庫の方を確認して知っていくら。あ、でもめっちゃ高かった。あ、でもめっちゃ見た目も美味しそうじゃん。美味しそう。最近よくある。引っ越しだけにしとってよかった。コンビニとか。いや、もうこれ美味しいの分かってるんで大丈夫です。大丈夫。これちょっとこう鳴らすんですよね。でも美味しそう。畑仕事みたいな。畑仕事。あ、これまずいっすね。うわ、めっちゃ張り付くこれ。いや、ちょっと量多かったな。いや、次はこれにかけてみたいな。抹茶いっぱい使ってすいません。でも2人ともお茶はいっぱいしか飲んでないんで美味しかったです。ありがとうございます。